すごくいいホテルです。See you again. See you. Bye bye. Bye bye. あっちが、ブレックファースト Out there? Yeah. The coffee shop. But not include, you have to pay. Okay, okay, okay.OK、すごくいいね、はい、いやおはようございます。タイですけどね、このホテル超いい、すごくいい。でもなん全然人がいないというね、もったいない。超いいホテルなんですね。アンマンスロングステイレイトで1万2000円ということは4倍の人、まあ5万3万もしタイに来て何かやることになったらここですね。2ウィークで7000円だから4掛け7時28、3万円だ。この橋に来て最高、Wi-Fi もついてくる。じゃあタクシー。おはようございます。今日の朝から売宅です。カオさんに昔は泊まってたんですけど、すごい、もう全然カオさんのことも言ってる。今のホストス最高ですね。ですからね。まあ日本でもこういうの結構たくさんありますけど、こっちはこっちでしっかりしてます。レジデンスエリア、タイか、不動産ね。今から帰ります。うん、なんだこれ、もう分かんない。タクシーの運転が全然違うところに来て間違った、なんか全く別のモールに連れてかれちゃいましたですね。着いた、着いたか。今から香港に行きます。タイ何の話じゃないな、ビジネスとして。アホみたいにかかりましたねこれ。1時間かかった、なんだこれ。しかも超遠いじゃん。 C の6、 イミグレで1時間かかって、さらにゲートがめちゃめちゃ遠いという。もうね、ちょっと時間ないんで、オークリータッチ。全部これオークリーです。最近のオークリー。本日の一本。ちょっと時間ないんで終わります。今日は本日の一本これです。オークリー。めちゃ遠いよこれ。ゲートが遠すぎ。タイ国際空港か。やたら本当に見ぐれが長い空港ですね。今やっと飛行機乗りました。しんどい、この子。あと今の時代ですね、すごく安く世界中行けるようになったんで、特にアジア、やっぱどんどんいろんなところにね、せっかくこの機会を使って行った方がいいですね、絶対に。香港はもうすごく、香港はイミグレ通過わずか数秒、タイはそれに引き換え30分から1時間。坂道がやっぱりいつ登ってもつかない。なんか30の方がぐんぐんいかない。